新進気鋭のこの小祝久美子がテクニカル終わって2位、このフリーでどんな演技を見せてくれるでしょうか。元気よく滑ってもらいたいです。はい、これは決めました。トリプルループからダブルトーループのコンビネーションですね。はい、トリプルルッツですね。あ、シングルになってしまいました。気を抜かず言ってください。先輩の伊藤さんから大きな声がかかりましたが、トリプルトーループ、川さん、今のジャンプを見ててもやはりあのルッツというのは本当に難しいんですね。難しいですね。今日特にですね、はい、リンクの端の方少しまだ乾いてませんのでね。少し感触が違うと思うんですよね。トリプルサルト、彼女もこう1年で非常に落ち着いて滑るようになりましたね。やはり去年まではもうジュニアの選手という感じはイメージが強かったんですけどね。伊藤さん、このスローパートでの身のこなしなんいうところはやはり去年とだいぶ違いますか。そうですね、やはり一つ一つ丁寧に滑ってますね。はい、もう何といっても練習は真面目ですから、ね、それはもう山田コーチが太鼓判をしてますからね。本当毎日コツコツとこう練習するタイプなので、はい、本当そのものを、その練習したものを今日発揮してもらいたいなというのは思います、はい、あと1分です。中盤にもトリプルジャンプを一つプログラムに入れています小祝久美子。おお、見事です。相当高さがありますね。いや、もう一つ、いいですね。もう今日はトリプルルッツ以外はもうパーフェクトな出来ですね。はい、いや、さすがに先輩の伊藤みどりさんの後を継ぐ選手だけありまして、ずいぶんアクセルなんかも伊藤さん高かったんじゃないですか。そうですね、やはり小祝選手はもうジャンプは、はい、一つ一つの質がいいですからね。はい、それとスローでそのジャンプなどご覧いただきますが、今シーズンちょっとシーズン始めからちょっと足を痛めてましたので、はい、ちょっとシーズン大丈夫かなっていうのは
思ってましたけど、この全日本に合わせてきましたね。はい、それと何かエッジが合わなかったりして、ちょっとその足元に苦労したようですね。そうですね、はい、靴のエッジを何度も変えたりとか、もともとシーズン時はこのプログラムと違うプログラムをやってたんですね。あ、そうでしたね。やはりなかなかうまくいかないということで、また新しいプログラムに挑戦したようです。はい、さあその成果が問われるこのフリーなんですが、さあ得点が出ました。テクニカル、あ、いい得点ですね。あ、いい得点ですね。5.6 が1、2、3、4人。これは2位争いが難しくなってきましたね。これは八木沼としてもかなり厳しい戦いになりましたが、アーティスティックが出ました。アーティスティックは 5.7 が出てますね。 5.6 が1、2、3。あ、これでどうやら八木沼を抜いたようですね。フリーではこの小祝が佐藤に次いで2位、総合順位では八木沼を抜いて小祝が第2位に上がりました。